林羅山儒家神道は、江戸時代において、儒学者によって提唱された神道である。真珠一致思想とも呼ばれる。真珠一致思想は、江戸時代に、儒学者の林羅山によって提唱されてから、多数の儒学者によって説かれるようになったが、儒教の立場から神道を説くものは、古くから存在していた。北畠近草の人能政党記や渡良家行きの、 類樹人義本源などにその思想が見られるほか、清原信方の神道説には、総額の理論が取り入れられていた。江戸時代に入ると、藤原聖火が神道と儒教は、本来同一のものであると説いている。林羅山の真珠一致思想は、その死である聖火の論を継承し発展させたものである。羅山が自らりあたり心地神道と称した、真珠一致思想の特徴としては、 徹底した廃物思想が基本にあることが挙げられる。ラザンが登場するより前の真珠一致思想には廃物思想は見られない。ラザンの本町神社校では神仏集合思想や吉田神道が批判されている。また、ラザンは三種の神器が中央の里都市、人市、イサムの三徳を表すものであると考えた。神道伝授では 歴代の天皇はその心に生命なる神が宿り、神の徳と力によって国家が統治されてきた、その統治の理念が神道であり、王道であるとし、神道と王道は同意であると主張した。林羅山の真珠一致思想は、多くの神道家や儒学者の説に影響を及ぼした。月空神職であった渡来信義が創始した、いわゆる後期伊勢神道も、真珠一致思想の影響を受けている。 しかし、政治理論であった、ラザンの神道説とは異なり、信義の説は、日本人の日常生活に視点を置いていた。信義は神道を日常生活の中にある道義で、あると考えた。朱子学者の山崎安西が提唱した、スイカ神道は、他の自学者の神道説とは異なり、液性革命を、否定していた。安西は、天皇と進家との関係は不変であるとし、 進化のあるべき姿を説いた。水戸学は栗山千吉先を通じて、スイカ神道の影響を受けていた。江戸時代前期に大きな勢力を有した真珠一致思想であったが、これを批判する流れから成立したのが、復古神道である。真珠一致思想には儒教に重きを置くものと神道に重きを置くものがある。林田山や貝原駅三輪の集裁などの説は、 前者の傾向が強いが、雨の森モ州、山賀祖光、熊沢万山、二宮尊徳、保足万里、徳川成明、藤田東子などの説は、後者の傾向が強い。貝原液検は、儒教の継承は、神道の経典になるべきと考えた。また、液検は、儒教の理を用いて、神道を解釈すべきとし、神道を儒教の点と同一視していた。 三輪の秀才は、中央に、神道の極意が存在すると考えた。雨の森モリは三種の神儀が、人氏名、部の三徳を表すものであるとし、儒教は神道への注釈であると考えた。一方、熊沢万山は三種の神儀が、地人氏イサムの三徳を表すものであるとした。山賀祖皇は、聖教と来以前から日本にも聖教が存在し、 天皇が断絶せずに続いていることが、大陸より、日本が特化が行き渡っている証拠だとし、日本こそが、中朝であるとする、日本イコール、中国説を唱えた。二宮尊徳は、神道、儒教、仏教の中で神道を重視し、神道は、開脈の大道であると主張している。徳川成明や藤田東子は、神道と儒教に優劣をつけることはしなかったが、東子は神道には、 アマテラス大臣の神君に由来する道義が存在すると主張した。成明が指導した、いわゆる後期ミト学の特徴としては、液性革命を否定し、尊皇の立場を取ったことが挙げられる。ありがとうございます。